境レベルだね。うん、ポツンと一軒家ね。ほんまに。あ、かわいい。レディーゴー。こんにちは、トッキーです。よかったらチャンネル登録といいねポチッと押してってください。突然ですが、ただいま第二音頭大橋を渡っております。とってもいい景色です。本日はこのまた先のずっと先、倉橋町スノウラというところを目指して走っております。このスノウラという地区、皆さん行かれたことがありますでしょうか。この地図でいうと、左下のピンクの花丸のあたりがスノウラになるんですけれども、現在上の音頭大橋を渡っておりますので、こうやって見るとスノウラって結構倉橋島の中でも先っぽの方になるんですね。そのことをトッキーは今回初めてお邪魔させていただくので、全然知らなくてですね、ナビ先生によると呉市から約18キロ、30分程度ということだったので、ドライブがてらちょっと景色でも見ながら行こうかなっていう感じで軽く考えてたんですよ。そしたらこれがなかなか大変な道のりでした。ただその困難を乗り越えてでも行く価値ありの秘境レベルの素敵な場所だったので、そちらも含めてぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ということで、音頭大橋を渡って道なりにずっと進むと、前方に見えてきたのは早瀬大橋。1963年住民による10円募金運動が始まって、当時でこれが300万円にも達したそうです。県はこの募金運動に配慮し、国庫補助による架橋を決定、そして早瀬大橋開通に至ったそうです。いつも何気なく通ってましたが、住民の方の愛が込められた橋なんですね。ではこのまま海沿いの道をまだまだ奥に進んでいきますよ。島がたくさん見えてきました。海風がとっても気持ちいいです。上着トンネル、あ、なんかある。ここにひじきコロッケだって。ふるさと癒しの村、ひじきコロッケ。このひじきコロッケは島の真っ黒ひじきをたっぷりと利用したこんなコロッケだそうです。ちょっと気になります。今度機会があったら寄ってみたいと思います。確かに狭い、キッズみたいな道路だ。なんだか道が細くなってきました。大丈夫でしょうか。本当、ここ注意レベル4って書いてある。ここ怖いんですけど大丈夫かな。まあ今日は雨とか降ってないけど入れるだろう。さっきほら土砂崩れもありましてある。こすごい岩がある。すごい岩がある。神秘的なところだね。うん、なんかすっごいオレンジ色のでかい岩が上にさっきあって、すっごいでっかい岩が。確かに。あと2キロ。自転車がものすごいスピードで通ってきたりします。はい、サイクリングしてましたね。すごいの登っていくんだ、はい、というか山一つ越えていくような感じなんだね、はい、このストッキーの適当な返事ひどくないですか。こっちは真剣なのに。はい、ゆっくり行って。結構来るんだ。こんな感じの狭くなったり広くなったりの山道をひたすら進んでいきます。多分もうすぐ着くと思うんですが、てかついてくれ。でもほんまに端っこの方なんじゃね、これ。ポツン時計だね。こんなとこ。ここまで順調に来ていたんですが、なんとここに来て事件発生です。着信交換。
その先、狭い道路に入ります。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。ここ行くんだ。こっち、こっちじゃないんだ。え、こっちになっとるよ。そっち行ったら違うんじゃない？こっちじゃない。え、そっちじゃないじゃん。道をめぐって夫婦喧嘩になってしまいました。空気最悪です。じゃけ、適当な男しか出んかったけ、そこには出んかったんだって。絶対違うじゃん。なんかオストッキーにもいろいろ言い分があるみたいなんですが、もう拉致が開かないので車を止めて町民の方に聞いてみることにしました。ということで気を取り直して再出発です。全然違うところだって。電もナビがもろいて、風が、あ、もうこの辺よ。あ、これじゃ、ああ、これじゃ。なんとか着きました。この前方の黒い建物が本日の目的地のようです。向こうから入れるようになったので、帰り道はこの反対からの道を通ってみたんですが、こちらの方がまだ通りやすかったように思います。というわけで到着です。海のアジト角浦ストーンフィールドさん、あ、ドッグランもある。こちらの黒い建物の中にカフェがあるんです。いい、おしゃれ。いいね。ロコモコ丼、チーズバーガー、ホールピザ、デザートがフレンチトースト、クリームブリュレ、チーズタルト、かき氷。めっちゃ美味しそうじゃん。クリームブリュレがある。では入ってみましょう。入店するといきなり目の前が海。素晴らしい。海側がすべて窓になっているので、とても明るく開放感がある店内です。広々としています。では外のテラス席へ。わ、すごい波の音が。わ、すごいいい景色。夕日が綺麗って感じ。へえ。泊まりに行きたい。うん。え、これ海水浴場なん、目の前。どっから降りれるようになっとる。そう、こちらのスノーラストーンフィールドさんは、この目の前で海水浴はもちろん、カヌー、サップ、水上バイク、さらにはスキューバーダイビングなんかもできちゃうんですね。アクティビティがたくさんあってめちゃくちゃ楽しめる施設です。カフェの他にも宿泊施設、キャンプサイト、バーベキューサイト、下記には海の家もあって、アウトドア好きには一押しです。ちなみに宿泊施設はこんな感じでおしゃれ。ヒノキ風呂にも入れるそうです。メニューを見てみましょう。ロコモコ、ロコモコ一番人気、キーマカレー、手作りだって、オムライス、自家製ミートソース、倉橋島のお宝フリットライス、期間限定ドリア、カキフライランチ、キッズプレートもある、パスタ、カルボナーラ、ジェノベーゼ、ラビアータ、ボンコレビアンコ、あ、バーガーもあるんじゃん。フリット、あ、単品。倉橋島さんの斧を使ったお料理もいろいろあります。美味しそう。チーズタルト、フレンチトーストがめっちゃ美味しそうなんだけど、ハニートーストも美味しそう。あ、これこの間食べたやつじゃんみたいなやつじゃん。ということで波の音を BGM にいつもの一杯いただきます。いただきます。
このロケーションの中の一杯は格別です。たまらん。1品目はお宝フリット880円。レモンをしっかり効かせた自家製タルタルソースをつけていただきます。お宝フリットとは倉橋島新名物、近海で獲れた魚と倉橋島産ちりめんじゃこを練り込んだ風味豊かなフリットです。はい、いただきます。はい、魚のフリットタルタルソースかけていただきます。すごいね、これ何の魚なんかね。何なんじゃろう。タイっぽい。いただきます。うん、タイだね、これ。あのちりめんの衣って書いてあったけど、うん、サクサクしてそのちりめんが美味しいよ。うん、ビール、あー、喉詰めよった。美味しい。続いてチーズタルト660円。プラス200円でセットドリンクが付けられます。おかわり OK がありがたい。このチーズケーキがものすごく柔らかくてしっとりしています。いただきます。あ、かわいい。このかわいいトッピングは女子はキュンとしちゃうと思います。濃厚だけどさっぱりしてて美味しいです。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。海遊びの宝庫スノーラストーンフィールドさん、目の前に広がる島並みを眺めながらゆったりと食事を楽しむことができ、日常を忘れさせてくれるような素敵な場所でした。倉橋島産の食材を使った料理をいただけるのも嬉しいですね。名前の通り、まさに海を楽しむためのアジトだなぁと思いました。この透明度の高い海で泳いでみたいです。ぜひ皆さんも一度行ってみてくださいね。詳細は概要欄をご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。